にちは。はい、こんにちは、はい。7月31日はもうとっくに過ぎ、ああトレード期限終わっちゃったなって。終わったな、はい、終わっちゃったな。次の楽しみはもういろいろあるよな、はい、FA とか。そうです、12球団ドラフトとかな、はい、そうですよ、現役ドラフトとか、現役ドラフトとか、これからオフに向けてな、はい、いろいろ準備してる球団も、はい、選手もいるだろうな。いいでしょう。というわけで今回は2023年 FA 権行使可能選手、はい、そしてもう持ってる選手をちょっとピックアップして見ていこうということで、はい、結構主要選手たち今年もいますね。いや、いるな、はいはい。まずパリーグから見ていくと、はい、オリックス今年取得予定なのがピッチャー山崎福也投手、はい、あとはキャッチャーの若月選手も今年、はい、取得というところで、はい、あとは大城選手だったり小田選手もいますが、まあ、2軍、まあ、ここら辺はね、はい、あんまり取得はしたかもわからないけど、うん、出そうにはないよね。そうですね、この、うん、あの大城選手、小田選手、ただ山崎福也、はい、いや貴重な左腕だからな、はあ、手放さない。でもこの中で若月が、うん、手を挙げたらオリックスは必死で止めると思うよ。まあ、今森選手いますけど、うん、若月はいいぞお前。いや本当に、おー、まあそうですね、若月出てたらオリックスがちょっと心配だよ。まあ森を取ってるけどね、はい、ただ森を外野にしてまでマスクをかぶらせたいっていうことがあるんで、うん、若月出たら大変なことになる。ただ若月選手もやっぱり自分を正捕手としてずっと使ってくれるところだったり、自分のじゃあ評価知りたいってこともある。バッティングも成長してるからさ。あ、そうですね、若月は面白いと思う。面白いですね、はい。で逆に今度取得済みの選手は、はい、比嘉投手であったり足立選手、はい、あとは T 岡田選手、まあ、ここら辺は出ないのかなっていうの感じがするけどね、うん、なるほど、はい。でソフトバンクは、はい、有原航平投手が今年取得予定です、はい。まあ出ないでしょ。戻ってきたばっかりじゃない。いやいや、出ないでしょう。わかんないですよ。あと取得済みなのは和田投手、はい、森投手、あと加山投手ですね、はい。まあ、ここら辺は出ないな。あ、なるほど、はい。で西武平井投手、はい、ただここら辺は故障者特例等の特例措置によって取得可能性があるかどうかまだわからない。まあわかんないからね。あの2軍での生活はカウントはされないのでちょっとわかんない、はい。あとは山川穂高選手も FA、はい、ただ試合日数が足りてないかもしれないのでわかんないです。その前にもしかしたら獲得している可能性もありますけれども、はい。それから取得済みなのが栗山選手、金子選手、おかわり君あたりですね、うん、中村拓也選手で金子がどうかなっていう感じですよね、うん、だから他は取るチームがあればね、うんうん、あればいやもう席がなくなってきてるからさ、うん、いろいろ金子もね外野手として、はいはい。で楽天、はい、楽天は今年取得予定なのが茂木選手と鈴木大地選手、はい、この2名で実際にも取得済みなのが松井裕樹投手で今年海外の FA 取得予定です。松井裕樹投手は、はい、でどうやら海外も行きたいって言っている本人松井が、はい、いや、やめといた方がいいよ、うん、苦しいかもわからないよ。あ、海外でメジャーでやるのかってことですね、うん、はいはい。あと岸投手、塩見投手で田中将大投手、唐島投手、はい、あと住谷選手ですね。唐島がどうかな、ワンちゃんどうだか、うんうん。からあと銀次選手から西川春樹選手、岡島選手も取得済みですね。岡島面白いと思うけどね。あ、うん、続いていきましょう。ロッテ、ロッテは取得済みの選手が石川投手で、石川投手は今年海外 FA 取得予定というところで、石川が投げてないっていうところがな、うん、どうなのかっていう。そうですね、あのかねてからメジャー行きたいっておっしゃってましたけれども、はいはい、FA の取得可能な日数に足りているのかですけれども、はい、あと唐川投手、はい、から増田投手、はい、から田村選手、はい、三木選手、荻野選手、角中選手、岡選手、はい。まあここはなんかなさそうな感じですよな、ロッテはね。なんかそんな気もしますか、はい。で日本ハムもう目玉になっているのが加藤投手ですね。これは超目玉だと思う。超目玉ですね。超目玉だと、うん、超目玉わかりました。で、他取得済みなのが宮西投手、中島選手、木村選手、はい、木村選手は今年海外 FA 取得予定です、はい。セリーグ見ていきましょう。セリーグも取得済みになっているのが田口投手ですね、はい、ヤクルトので。あとは西浦選手はもう動きました。 DeNA ね。そうです、 DeNA に行きました、はい。で取得済みなのが石川投手から川端選手、荒木選手、青木宣親選手、まあ、ここら辺は動かないだろうね、まあ、
そうですね、ミスターヤクルトみたいな感じですもんね、はいはい、で DeNA は今年取得予定の選手たくさんいます。石田投手、今永投手から宮國投手で戸柱選手、あとは柴田選手。 DeNA は大変だぞ、うん、これ人目がね人目か、うん、なあお金たくさん用意しないと、うん、で取得済みなのが伊藤光選手と藤田選手です、うん、いやだから戸柱が取って伊藤光も持ってるって、うん、これはやっぱキャッチャーこの2人いなくなったら大変になるからね、はい、去年キャッチャー DeNA 出てるので1人ミネイ選手が、はい、これは大変だよ、お金をちょっと貯めておかなきゃですね。そうだな、失礼しました。 DeNA の太田大志選手も取得済みです、うん、はい、で阪神は1名のみ取得済みの岩貞投手だけです。巨人、はい、取得済みなのが菅野投手、はい、から鍵谷投手、うん、から我らが小林選手ですね、うん、から坂本選手、はい、から、ま、マッチこと松田選手、長野選手、うん、で丸選手、はい、こういった面々です。そうだね、うん、小林選手とかね小林は出る気あんのかね試合にですか、それとも巨人もですか、試合によ、そこですよ、ベンチだけでいいんですか、うん、でも巨人のユニフォームがよく似合ってるけどね、あいつは似合うはないんですけど、その試合に出たいという思い、だからまあ取ってるけど、うん、今年契約が切れるわけでしょ、今年切れます、でどのぐらい下げるのか、それとも据え置きなのか、うん、それによっては全然違うだろうね。これワンちゃん手を挙げると欲しいっていう球団、あ、あるあるある、そうですよね、うん、手を挙げればいいのにって思っちゃいますけど、あと丸もわからんな、お、丸選手もわからない、もうわかりました。広島です。広島は中崎投手、うん、から市岡投手、それから、磯村選手、上本選手、うん、このあたりが、まあ、ここら辺は動きそうもないけど、はい、持ってる相澤だよ。あ、そうですね、相澤選手が、いや坂倉が覚醒してきてるからね、はい、キャッチャーとして、うん、ただ相澤の力も絶対いるんだよ、はい、だからここら辺で相澤がどう考えるかだよね。そうですね、まだまだできるからね相澤は。そうですね、うん、あとは取得済みなのが、まあ、その相澤選手、それから田中康介選手、堂林選手、うん、で菊池選手、うん、から西川龍馬選手、野間選手、松山選手ですね、うん、なあ難しいな、うん、なんか一説によると菊池選手は以前そのメジャー海外志向だったけれども、まあまあね、はいはい、無理で4年契約結んで、まあ、その4年契約の最終年というところですけれども、はい、どうするのか、西川がどうするか、1年間考えたからね、取ってから。そうか、どうするのか、はい、中日です、はい、中日は岡田俊也投手と福谷投手が取得します。ただ福谷投手はどうなんでしょう、日数的にもちょっとわからないですけど、取得できるのか、まあ、できたら出る可能性はあるかな、ありますかね、出る意思は示すかも、うん、で中日多いんですよ、取得済みの選手が、はい、田島投手から谷本投手で、まあ、涌井投手が、大野雄大投手、祖父江投手、松葉投手で、高橋周平選手、福田選手、堂上選手、大島選手、加藤翔平選手、後藤選手っていうあたりですね、うん、周平がどうかな、祖父江とワンチャン出るかなって思っちゃいます。そうか、うん、私は高橋周平選手はね、うん、っていう、まあ、ちょっと今ずらーっと名前を挙げましたが、はい、さあこの中から豊さんに出るだろうな、はい、目玉になるだろうなという選手をちょっと5名ピックアップしていただきたいです。5名、うん、まず、うん、加藤だろうね、日本ハムの、そうですね、加藤投手は手を挙げる可能性、手を挙げる価値があるし、うん、一旦挙げた方がいいと思うね、うん、一旦挙げた方がいい、はいはい、さあ加藤投手、日本ハム1人目、2人目、松井、あ、楽天の松井裕樹投手、はいはい、これはまたなぜ、まあ、環境変えたいのかなっていうようなこともあるし、うん、やっぱ手を挙げたら取りに行くところってたくさんあるよ、はい、抑え不在っていうところはね、うん、で抑えができる経験者とか、抑えが手を挙げたっていうのはやっぱ取りに行くよね、それだけ安定感あるし、貴重ですよね、うん、ましてや左でしょ、はい、そうです、だから貴重だと思うよね、うん、さあ3人目、はい、田口、おお、ヤクルト、え、なんかすごいヤクルトのね、もう一員でムードメーカーになってるから、うん、っていう気もしないではないですか、 B ランク手上げそう、上げそうだね、わかりました、はい、4人目です。まあ今永ね、はい、今永こう海外行きたいとかあるんですかね、どうなんだろう、 WBC 経験して、うん、まああるんじゃないの、
ただこれ海外の取得してないよね。取得はしてないのでまだ海外は行けない、うん、ただランク的に B なんですよね。そうなんだよな。 A じゃないんですか。誰が給料もらってんだそんなに誰ですか。わかんない。いやそうなんですよ。あ、4人目今永投手出るのかな、うん、手を挙げそうですかね DeNA から、うん、5人目丸、巨人の、うん、広島から巨人にやってきましたけれどもその巨人を出る可能性もある。じゃあ今この日本ハムの加藤5人しかダメなの。いやいいです、6人でもいいです、どんどん上げてください。豊さんの注目いいですよ。相澤も可能性がなくはないと思うんだよね、まあ、坂倉選手の台頭っていうところで、うん、いやそうなるとキャッチャー欲しいチームありますもんね、相澤選手。はい、あとはいやいや、その戸柱と伊藤も分からんよね、うん、7人目として戸柱選手とやっぱり FA 持つとさ、うん、駆け引きっていうのが出てくるから、うんうん、そら戸柱が出たら伊藤は残ろうかなと思うし、で伊藤が出ろってさらに戸柱が残ろうと思うしね、うん、2人同時に出るなんて言ったら大変なことになる、ね、大変なことになるよ。そうですよね。で大野、あ、中日ですね、はい、うん、あ、大野投手分からないと、うん、これ高橋周平選手は入れなくていいですか。いやだから順番で言ってんの。あ、そうですね、祖父江はい、祖父江選手で高橋周平、はい、かなっていうような感じはするけどね。8、9、10名、おお、10名出ました、はい、じゃあ、はい、これ他の動画で今名前を挙げた選手たち、はい、もう一人、いいですか、岡島、あ、楽天の、はいはい、岡島選手、はい、OK です。今11名、はい、豊さんピックアップしていただきましたが、はい、じゃあこの11名が手を挙げたらどのチームがこの選手投手たちを取りに動くのか、はい、そこの分析を次の動画で撮っていきましょう。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします、はい。